はいこんにちは。浦田健でございます。今日のテーマは、誰でもできる激安、ボロっこだて投資です。さあ、今回からですね、こんな物件買いましたという具体的な投資事例を紹介する動画を撮っていきたいと思っています。以前、年収297万円から純資産2億円を作ったえ僕のマナ弟子、谷本くんの事例を まさしくこちらでインタビューを取ったわけなんですけれどもその時にですね最初どのような物件をどんなエリアにそしてリマーリいくらぐらいでということをですね、まあ、口頭で説明してもらったんですけれども実際の物件というものは どんな感じだったのか、例えばどれぐらいボロかったのかとかですね、シェアハウスで利回り50%とか言ってたけれども、どんな間取りでどんな感じでシェアハウスを運営していたのか、詳しくですね、その辺のところをですね、教えてもらいたいみたいなコメントも多数来ておりました。確かに数字だけでは実際の投資イメージっていうのはね、つきにくいというふうに思うんですけれども、 なので、投資した実際の物件の写真とか間取り、そして実際の収益を紹介しながら解説をですね、していけば、たとえ、 低年収、低属性の方でもちゃんと谷本くんのように資産を作っていけるんだなということが分かってもらえると思ったんですよねそこでちょくちょく今後はですねこういった実際の投資事例を紹介しながら低属性からですねいかに資産を作っていけばいいかみたいなですね動画を撮っていきたいと思っていますで記念すべき第1回目がですね誰でもできる激安ボロ小建て投資なんです 実際にですね僕のまな弟子谷本くんが一番最初にですね買ったボロコ建てをですね今日は紹介してそのプロセスをですね紹介していきたいと思います彼は現在ですね当社に入社した時の年収297万円から総資産がですね6億円純資産が2億円の規模になっているんですけれども彼も初めの一歩は 今日ご紹介するボロ子立てから始まったということが分かれば仮にあなたの年収が今とっても低かったとしても彼と同じような投資、彼と同じようなステップを踏めば 高年収のサラリーマンにも負けない洗練した投資家になることができるということが分かりますのでぜひこの動画を最後までご覧くださいえ今回はですねえボロ子建てということなんですけども今後区分マンションだとか賃貸併用住宅なんかの投資法ちょっと変わったです、ね、事例も紹介していきたいと思いますのでぜひチャンネル登録をしていただければ自動的にそちらの動画の案内が届くようになりますのでえぜひですねお忘れなくても チャンネル登録を今すぐお願いいたします Twitter、Instagram もやっておりますのでこちらも最新情報をつぶやいていきますのでえぜひ登録いただけると嬉しいです さて改めて僕の学な弟子の谷本君を紹介したいんですけれども当時当社にです、ね、入社した時はですね27歳でしたその前まではですね大手の損害保険会社に勤めておりまして当時ですね一生懸命僕の教材とか買ってもらってセミナーとか来てもらって勉強していたんですけれども、はい、10年後のです、ね、上司がまあ隣にいてあのようなま上司になりたくないということでやっぱりそのためには自分で資産を作らなきゃいけないしそのための勉強を 勉強も兼ねて当社に入社したいとですね、えー、来たわけなんですよ。で、当時はまだ社員1人とまあ、パート1人ぐらいだったんですけれどもすごくね。誰もが知ってる？大手の会社からあのどこの馬の骨？骨 もうわからない。僕の会社に来て、スタートしたということなんですけれども、当時僕が提示した年収というのが297万円。僕はですね、あんまり覚えてないんですけども、彼はですね、明確に覚えてまして、そこからですよ、15年で15棟73室のですね、非常にですね、洗練された大家さんになっています。 で、資産規模が6億円、純資産が2億円、自己資本比率が36%というですね、非常に財務内容もいい大屋さんになっているわけなんです。で、今回ご紹介する最初の一歩のボロ子建てをですね、彼は500万円の貯金で現金で買いました。過去動画で何回も言っていますけれども、このように種銭は絶対に必要なんですよね。 仮に今あなたのお年収がですね、300万円だったとしても、本業と副業を合わせれば、4、5年もあればですね、500万円貯められると思うんですよ。なので、そういった人たちへのアドバイスは頑張って貯めてください。なんですよね。副業の稼ぎ方については過去動画をですね、いくつか撮っておりますし、この概要欄にも貼っておきますので、こちらを参考にしてください。 それではではすねちょっと前置きが長くなったんですけれどもこの谷本君が一番最初に買ったボロこ建てをですね実際のテロップをご覧いただきながら説明していきたいと思いますはいまずは物件概要なんですけれども築ですね35年の状態で購入したとで新築されたのが昭和54年ですね間取りは 3DK の59平米ということです千葉県船橋市の某駅から15分のところにあります この戸建てをですね、500万円で売りに出されたものを差し値をして450万円で購入しました。で、実際ですね、こちらがその当時の写真なんですけれども、この物件を最大6人と一緒にですね、暮らすシェアハウスとして自主管理をして運営をしたわけです。この利回りがなんと驚き、驚異の50%なんですよね。 50%の利回りっていうのは2年で投資が回収できるということです。 じゃあ実際にですね、どのように貸したのかっていうのは、こちらの間取りをですね、見ていただきながら解説します。えー、まずはですね、1階には1部屋と、まあ、があったわけですね。この今にテレビだとか、冷蔵庫だとか、インターネットだとか、共有のパソコンを置いて、ここを共有スペースとして使っていたと。で、居室1ですね。こちらには、1人の入居者に5万円で貸していたということですね。 で次にですね2階の部屋ですね居室2と居室3については2段ベッドをそれぞれ置いて合計4人に対して3万5000円の家賃で貸したということですねまあただですね当初はですね谷本くんはですね独身だったので4万円で当時借りていたアパートを引き払って でこのベッドにまあ、住んでいたとただ途中からですね借りたいという人が現れたので、えー、この谷本君ね寝る場所がなくなっちゃうのでどうしたかっていうと教えにですね寝たということですねこちらがあの証拠写真なんですけれどもこういったことをしてですねちょっとギャグのようなドラえもん生活なんですけれどもこれは実話なんですよねこのようにですね徹底してシェアハウスとして運営することによって 通常の相場の家賃以上のですね、収益を上げていたということになります。で、実際の家賃収入は合計で19万5千円ですね。相場の家賃で貸したとしたらだいたい6万円ぐらいなんですよね。なので、3倍以上の家賃で貸すことができたということですね。で、それぞれの入居者はですね、すべて水道光熱費は込み込みにしていたので、この水道光熱費がですね、毎月2万5千円だったと。 で、差し引き毎月の収支がですね、17万円ということになったわけです。で、もちろんですね、谷本君も途中から同居することになったので、当時支出として出ていた4万円の家賃がこれは浮くことになりますから、実際のキャッシュフローというものは、毎月21万円ものですね、プラスになったということになります。 こうして彼はですね、徹底してシェアハウスで稼ぐことで、たった2年で投資資金を回収をして、2年後にはですね、500万円の現金と500万円以上の、まあ、土地建物の価値で、純資産が1000万円になったんですよね。 その後彼はどうしたかっていうとこの2年で回収した500万円を使って4個2500万円のアパートに頭金の500万円と2000万円を銀行から借りてきて1棟のアパートを買ったんですよさらにその戸建てとアパートからの収益も全部貯めてまた頭金を500万円作りますで3棟目のアパートとして8個のアパートを買ったんですよね でこののアパートの価格が5000万円でした。当然500万円の頭金1割では足りないので1個目に現金で購入したボロ子建てを500万円の担保として差し出すことで実際ですね足りないお金をローンで賄うことができているわけです。 で彼はですね4棟目も5棟目も最初の1棟目2棟目3棟目の家賃収入は全然使わずに全部次の投資の頭金として使って土地からその後ですね新築をしたりだとかまたさらにボロこ建てを現金で購入したりしてどん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 増やしていったんですよねそこから15年で15棟73個 で総資産が6億円、純資産が2億円、自己資本比率が36%というです、ね、非常に健全な大家さんとして、ファイアーすることができたわけです。 さあいかかがですかこれを聞いて自分は結婚もしているしシェアハウスで入居者と一緒に住むなんて無理だよっていう風に感じる人もいるでしょう谷本さん独身だったしね根性もあるからできたんでしょっていう風に思う人もいるでしょうでもそうやって思考停止になってしまうことが一番いけません 投資を加速してですね、できるだけ短期間でセミリタイヤをしたい、ね、できるだけ早くファイヤーをしたいというふうに思うのであれば、人と同じことをしていては資産を築くことはできません。もちろんね、あの彼のようにシェアハウスではなくて普通に貸してですね、6万円で貸しても14%ぐらいの利回りは稼げるので、それで運用するのもいいでしょう。 仮に彼と同じようなことができないのであればボロ物件を安く買ってリフォームをして価値を上げて転売をすることで自己資金エクイティの部分をですね資産を増やしていくこともできます是非今回の投資事例を参考にあなた自身のですねそれぞれの投資プランというものを考えてみてはいかがでしょうか 今回のテーマはですね僕が以前に執筆したお金がたまる家の買い方にもですね詳しく書いてありますのでぜひ興味のある方はリンクをですね概要欄に貼っておきますのでお読みいただければ幸いですそれから具体的な投資のですねプランの作り方については不動産実務検定の一級で具体的に学ぶこともできますのでこちらも概要欄にですね詳細を貼っておきますので興味があればご覧になってみてください さて今日の動画はいかがだったでしょうかもし参考になったという方はグッドボタンをよろしくお願いします今後シリーズとしてこういったボロ物件投資だとか中古の区分投資賃貸併用住宅 絵の投資とかですね、様々な、まあ、変な投資も含めて紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただければ自動的に届きますから、チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。また、こんなテーマのお話をしてもらいたいというのがありましたら、ぜひお気軽にですね、コメント欄にですね、コメントいただければ全部見させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。